前回見てない人にも、もういけちゃんのことがめっちゃ分かったぐらい、いけちゃん反復横跳びもあったし、ソロコンサートも取り上げられてたし、パーデンさん、マシュマロありがとうございます。応援さん、マシュマロありがとうございます。私は映らないよ、いけちゃんですよ。私、鬼レンちゃんは寝れない、歌うまくない。ルカさん、マシュマロありがとうございますね。自分も5月に呼ばれそうって思った。でもまだ先やなって思った。5月か、言うて2ヶ月か。ルカさん、マシュマロありがとうございます。5月なんてすぐ。確かにね、もうすぐ、もう4月やもんな。奈良さん、ハートありがとうございます。だってもう4月のこととか考えてるもんね。確かに。お、服部さん、思いを届けぐま、ありがとうございます。前回木体のシーンね、2個映ってたよ。木体のシーンと、なんかもう1個、夢柄かなんかやってるところ2回映ってた。映り込み、ダイソー子供の日グッズね。もう恋物に、恋のぼり、恋のぼりだよね。買うか迷ったけどまだいいやと思って。恋のぼりはまだする。4月週末が忙しい。4月は何があるっけ。まだツアーも始まんないよね。卒業公演、お話し会ないじゃん。どんちゃん、マシュマロありがとうございます。4月の最後の週にツアーがあるのか。じゃあ4月頭ぐらいからはレッスン、いっぱいレッスン。まだ何も決まってないからな、セトリも。ね、ツアー、じゃあツアーと、あとはももちゃんの卒業公演。出るかわかんないからな。出るか、花垂れだったら。1530日、あとアーシャとかか。4月7日、花だれだったら多分私だと思うけど、ももちゃん、さすがに。結局四国はできそうにないって、それは私が言えないですね。ここで福田さんに、こんばんは。3月後半の公演はないよね。うどもさん、思いを届けぐま、
ありがとうございます。もう4月の頭まで発表されてるんだっけ公演って。そういえば3月後半はないよな。悲しい。でも今はねいっぱいあるからね。沖前再公演と沖前3公演とかみんなの卒業公演もあります。カシルさんマシュマロありがとうございます。みつさんの卒業公演ね。服部さんありがとう。ペンありがとうございます。あ、3月後半もあとお話し会が2回あるじゃん。だからもう公演はない予定が立てれないですよ。幕張は泊まりかな。さすがに日帰れんよね。夜の部だよね。私泊まりか。こんばんは。あたいも泊まり。いくら日帰り店に定評のあるSTUね。でも前まではね泊まりとかも嬉しかったけど、最近はもう早く帰って家で寝たいですわ。家で寝たい派の方がぐっすり落ち着く、ね、泊まり嬉しくないあまり。寝れないじゃん泊まりって。家に帰った方が一番落ち着く。ミニストップ探しの旅してないと言いたいところですがね。自分福別の時一人でミニストップ行きました。割と近くにあったから。そう、一人部屋だったので一人でミニストップのアイス食べました。まだやってるっていうね。そうやってないですって言いたいところですが、夜ご飯がコンビニなんですよ大体泊まりの時。だからコンビニ行くんですけど、だから夜ご飯買いに行こうかなと思って調べたらミニストップが割と近かったから、ミニストップ行って一人でアイス食べながら帰りました。アイス外食できない。外食全然していいんだけど、いなかったんだよね一緒にする人が。一人部屋だし、二人部屋だったら一緒に行こうってなるけど、一人だからさ。猫さんハートありがとうございます。あ、そうミニストップ探しに出たわけじゃなくてミニストップが近かっただけ。そうそうそう、さすがにもう1キロとかやったらいかんけど近かったから、あすぐそこやんみたいな。もう一番近いコンビニのすぐ奥ぐらいだったから、そう行っただけです。1キロとかやったらあるかん。2人だったら歩くけど、超近かったので。ヤスルパンさんマシュマロありがとうございます。
ミニストップらしいもの買ったよ、ソフトクリーム。ソフトクリーム美味しいよね。広島にもあればいいのにな。定期的に食べちゃうけど、普通のソフトクリーム。地元でミニストップ見つけてテンション上がってた。いっぱい。ミニストップのソフトクリームは濃厚なの。めっちゃ濃厚で美味しいんですよ。そう、広島にはないから。愛媛にもあるんですけど、広島の街とかにあったらちょっとソフトクリーム食べたいって。いやでもあったら行っちゃうからな。ないからダイエットプラス節約も無意識にできてる。アイス分夜中3時に見に行ったけど、掃除の時間ね、たまに掃除とかぶるよね。それ前あった。今掃除中って言われて2軒回ったことある、夜中のね。ミニストップ一回も行ったことない。マジ？大体の県にはあるよ、都会ならたくさん。花雪さん、マシュマロありがとうございます。広島はないけど、愛媛に結構あるのにね。愛媛の方が都会。こんばんは。バスツアー1週間過ぎました。いい思い出をありがとうございましたって。ありがとうございましたね。今日でちょうど1週間、バスツアー。いや今日じゃないな、昨日か、土曜日。愛媛も都会っちゃ都会ですよ。都会です。セブンあるし、あるかそれ。こんばんは。スタバあるし。でもセブンってもともとないところが多かったじゃん。だから初めてセブンができた時セブンってなってたけど、セブンは今当たり前にあるからね。セブンがミニストップ並みにレアだったんですよ、昔。昔ね、私が中学生の頃、愛媛に初のセブンが、ね、そう、もう今は当たり前にあるけど、めっちゃレアだったんだよね、セブン。ファミマあんまないな。ゆきりが何歳の時にセブンできたって、中学校の時だった気する。中2とかやけん14。奈良さん、ハートありがとうございます。鮮明に覚えてる。覚えてるよ。なんかそのセブンができた時に
セブンのチーズケーキが美味しくてめっちゃ買ってたもん。今はないけど、三角のチーズケーキ、セブンオリジナルチーズケーキ、あれがセブンの名物かと思った。めっちゃ在庫あったから。オープン当時はもうチーズケーキめっちゃそう販売されてて、スイーツコーナー全部ほぼチーズケーキみたいな、とチョコ、チョコケーキ、あれ美味しかった。そうチョコが、チョコのあんま食べてない、チーズ派だった。あれがめっちゃ入荷されててめっちゃ人気だった、出来たてのセブンでは。中学生くらいのゆきりか見てみたさある。まあでもそんな変わんないですよ、顔は一緒なんで。リサーチャーさん、マシュマロありがとうございます。この顔で制服着てるようなもんですよ。こんばんは。その顔で、そう中学の制服着てるようなもん。しかもすっぴんだしね。だからもうこれだよ、中学これだよ。ほう、いや美人さんになってますよって。私の中学知ってるんかい。でもまあ顔一緒よ、ほぼマジ一緒だよ。はるさんありがとうございます。そんな変わんないじゃん、ほぼ一緒ですよ。こんばんは。今写真見ようとしたけどタブレットあっちだった、ソファーのとこ置いてるわ。いやいや、そうメイクあるなしぐらいのさ、加入から可愛くなってると思うのは多分メイクしてるからだよ。ジローさん、マシュマロありがとうございます。顔一緒だよ、中学校も。だってリア友とかも顔変わんなくない？めっちゃそのままやんみたいな、高校の友達とか中学の友達そのまま大きくなってるって感じ。中学校まあさすがに30代とかになったら変わると思うけど、ほぼ一緒、みんなそのまま大きくなってるって感じ。え、変わんないよ。そりゃ大人になったら変わるやろうけど、みんなぐらい。まだ変わんないですよ、そんなに。だって目と鼻と口一緒じゃん。だから太るとか痩せるとかさ、なんかしないとそんな変わんないよ。やすしさん、マシュマロありがとうございます。私のなんか中学の時の友達とかもう全然変わってない。髪染めたの印象変わる、確かにね。でも髪染めてる友達も全然顔変わってないよ、中学高校から。みんな顔変わってない。私の周りの女の子が特に変わってないのかも。でも男子は確かに変わってるわ、めっ
ちゃ顔変わったなって。ちゃんと細かく合ってるんだね。合ってない、インスタとか覗いてるだけです。合ってないよ。たまに なんか調べていっぱい見れるじゃん、鍵垢じゃない人の。だからこの子変わってるな、あこの子変わってないな、この子変わってるなみたいな感じ。りんごさんハートありがとうございます。SNS でね見れるので。弟はあんま変わらへんよ顔。中学の友達全員は覚えてない、さすがに。インスタチェックしてるんだって。毎日じゃないよ、まれにね。そのお正月とかに友達と会った時に話されて、どんなんだろう調べてみるとか見せてとか。そう、繋がってはないから。一番最近はお正月にリア友と会った時、 M ちゃんに会った時にその昔の友達の話いっぱいされるから、その時に一緒に調べた。〇〇は変わってるよとか聞いて、それでいっぱい見た。そんな定期的には見てない。変わらんやん、定期的に見たところで投稿増えんし。だから年一ぐらいで。ね、毎日投稿せんやん普通。でけん1年で 3,4 ぐらいしか投稿増えんから。自分もそんなに変わってないと思うけどね。変わりたいところではあるけど、でも塾の先生とかにも会った時、全然変わってないねって言われたから、多分変わってない、何も変わってないやんみたいな。あ、私の X はもう見られてるよ、もう話のネタにされてる絶対。私は友達から見られてるけど、私は友達のこと見えない。友達は私のこと思い出したらいつでも X 見れば最新の私が見れるけど、私は逆はそうはいかないから。 M さんは中学の時の友達です。だから中学の時の友達の話されるけど、同窓会行ったらお互い誰状態になる？マジ？そんな変わってる？インスタやってたら見えたね。プライベートアカやらないとでも見れないよ、公式ではフォローできないから。でも同窓会とかやってるのすごいよね。私同窓会とか行ったことなくて。ね、大人になっても同窓会があるってすごいと思う。その学校。そ
んな大人になってまで集まるなんて、すごい。こんばんは。僕も一回も同窓会行ったことない。私もだよね。高校の時と顔変わってない？え、それはやばいでしょ。私が中学とか高校から変わってないならわかるけどさ、まあ、18からの23やん。そんなまあわかるけどさ、もっと老けたら変わりそう。お疲れギフトありがとうございます。ずっと名前ごきげんようになってるやん。変えたまま変えてないやん。こんばんは。ファンの人の顔の変化？顔変わることある？髪の変化とかやったらわかるけど、顔、まあ顔変わったら気づくと思うよ。ケル君マシュマロありがとうございます。髪の変化は気づく。顔ね、簡単にいじれる顔の部分、鼻を高くするとか唇を分厚くするとか。こんばんは。二重幅を広げる。成人式の後って同窓会しないって。私は成人式行ってないんですよ。だから連絡先ないの。誰のも。その M ちゃんとかぐらいしかないの。コロナ時代、そう、あったっちゃあったんですけど、お話し会とかぶってて行ってないですね。マッサさんマシュマロありがとうございます。こんばんは。みぎやくん今社会人1年目。同世代の中の一番有名そう。同世代って働いてる。地元の仲間。でもそうでもないですよ。まあそれはみんなが知らないだけだから。地元の話、地元だからね。
平ゆきりかが有名じゃないですよ。私めちゃめちゃフォロワーがいる TikToker 知ってるから、同世代の。違うんですよ。しかも同世代って幅広いからね、サッカーとかもいるしさ。そんなことないですよ。バッテリー何パーですかって、多分94とかで始めたよ今日配信。持つんじゃないかな、だから刺さなくても。今日は結構貯めてから配信してるので持つと思うんですけども。ゆきりかの同級生いいな。同級生にゆきりかみたいな可愛い子いなかった。まあそれはでもただあなたのタイプが私だっただけで、私以上に可愛い子はたくさんいますよ。もし自分がゆきりかの同級生だったらみんなに自慢してたかも。いるよね、そう言ってる人いると思う。こいつと同じ中学だったとか言ってる人絶対いると思う。あんま関わったことないのに、俺こいつと同じ中学だったみたいな絶対言ってる人いる。あんま、ありがとうギフト、ありがとうございます。ゆきさん痩せましたって、わかんない、体重計乗ってないから。でも今日は顔が丸く見える、むくんでるのか。でも食べる量はめっちゃ減った、痩せてるかもしれない。髪トリートメントしたのって、それはどういうやつ。家でのトリートメントだったらやってるけど、お店は行ってないですよ。今日の感じが好き。なんか今週はレッスンとかしかなかったから、私1週間メイクしてないなって思って、配信前に思った。社会人になって1週間メイクしないことがあるんだなって。月間水木金土日メイクしてないね、すごすぎる。レッスンはすっぴんで行くから基本。髪
髪のメンテナンスはもうシャンプーとトリートメント、赤い蓋のおすすめあれ、フィーノみたいな。え、肌回復してるんかな、わかんない。メイクしてもしなくてもあんまわかんないけど、メイク落とす時間がないので楽です。でも1週間メイクしてないの結構レアです。月火水木金土日、メイクした方が寒くない？嘘、それは変わんないよ。厚化粧、こちら、外食もすっぴんです。あの一人のご飯はね、全然このまま行きます。このまま出歩く、休みの日は。さすがに服買いに行くときとかはメイクするけど、ちょっとおしゃれな服屋さん入るときはメイクしていくけど、普通のご飯ぐらいなら全然こんまま行きます。でも最近は便利だからね、マスクと帽子したら別にメイクせんくてもいい、見えない。服屋さんも全然すっぴんでいける、目ぐらいじゃん見えるのね、全然いけちゃう。うん、うん、今日はね、もうメールが届いたと思うんですけど、あるものをゲットしてきたんです。あるもの、メイクでも簡単にやるときと時間かけてやるときある。もちろんもちろん、普通の外出は適当に、この前のライブには一人で行ったんだよねって。そうですよ、一人で行きました。ライブって何？コアラのマーチ、期間限定の名前入り。たどり合った、あれ違う日だよ、よく見て髪型。同じ服を着てるだけで違う日です。髪型が全然違うじゃない、メイクも。そういうこと、あれ違う日ですよ、あれなんなら仕事、みんな同じとこ行ってるでしょ。でーん、名前入りのコアラのマーチ、これ今期間限定で名前が入ってるんですよ、すごくない？残り在庫2個だったコンビニ。そう、あれは仕事もなっちゃんが撮ったオフショットだよ、だから全然バリバリ。みんなさ、最近あそこのオフショット出してるじゃん、遊園地とかの。みんなと一緒に行ったところです。あれは同じ服着たらそういうことがあるからね、気をつけないと。確かに、まあライブに一人で行こうが二人で行こうが関係ないと思うけど。ということで、リカを探します。リカっていう名前を探します。コアラのマーチ、
胸浮きはないね、名字編じゃないから。下の名前だね。レンって見本で書いてる。これか。下の名前です。名字だったら買わないわ。絶対ないもん。そう、食べながら探す。こんばんは。まず一つ目でん、アリサ、女の名前ですね。アリサ、取っとこうかな。よいしょっと。次二つ目。でん、ナギ。ナギちゃんは STU にはいないね。ナギ。これ1個出るかな。3つ目、まゆみ。まゆみちゃんもいないよね。今のところ女の子の名前。次4つ目、夢。夢、え、男女混ぜ混ぜでしょ。うん、ひろとって書いてる。男女あるよ。次、勝利、めっちゃ男いない。勝利、勝利いそうだけどね、一人ぐらい。いないかな。いませんか。いなかった。次、松田。え、名字じゃね。松田、名字じゃね。松田って、松田くん。いない、松田。テロップにしよう。いないね。次、じゃん、マリア。しかもカタカナ、急にカタカナ。
海外マリア、いないですよね。続いて佐藤、名字あるんだけど何やっけ。君の名前はあるかな。いいね。じゃあ佐藤とかの人やったらさ、本名作れるやん。これでサイズさん、マシュマロありがとうございます。佐藤とか松田やったら本名作れるじゃん。さすがに宗行は無理やけど。これ理解出なそうだな。悲しい。冬、かわいい。実質私じゃん冬。次誰だ。うん、クーガ、男の名前ですね。これはクーガ。クーガとかいるんかな、聞いたことないな。簡単に出てこんねん、理科。簡単に出てくると思ったのに。悲しい。いっぱい食べんと出会えんやん、こんなん。たくや。たくや。めっちゃ食べてるよ、もうなくなるよ。はい、じゅんや、じゅんや。寝たら寝るよって電気するんやけど。じゅんや、じゅんやいそうじゃない。いない。アミ、アミ、アミとかめっちゃいそうやけどね、 STU に。いないよって言われるわ。いそうね、アミちゃんいそうよね、 STU に。いそうでいない。アミちゃん、もうお腹いっぱいになってきたよ。じゃん、はる、はるちゃん、はるくん、はる、はるちゃん。山下、名字山下。
山下。山下は私の先生にいました。次、山ぐ、え、山口、山下確かに山下いました。イン踏んでる。山口県の名前来たよ。あ、もうもう続いて、あつき。ケンの名前。ケンって誰よ。ケンくん。あつき。あつきはいなそうだね。あつきってちょっと若いじゃん。私らの世代ぐらい。みんなの世代にもいなそう。私の同級生めっちゃいたもん、あつき。え、でもお父さん世代であつきってあんま聞かんくないね。次、時価でんよこれ。はい、田中出た。いや11人もおらんかったけど。田中、名字多いな。田中一応取っとこうかな。田中美穂。あと4つ、全然足りんわ。秀明、プロ父さんっぽいね。秀明、秀明ならいそうだけど。あと2個。でん、夢出た。2回目。いや1回目か、なんか2回な気にした。夢、夢ちゃん、あ出たよね。出てないっけ。出た。次、至る。へえ、珍しい。至る、至るくんなんかな。あと1個、ラスイチ。じゃん、まこと。いねえじゃねえか。私の名前まこと。こんな簡単なもんじゃないんだね。簡単じゃなかった。
ほんなら2箱目。ほんなら2箱目いこうか。でもこれが最後よ。あのセブンにラスになったからもうこれ最後、何があっても最後、もう買いにも行けないそこのセブンには。ワイモコアラのマーチ買ってこよう。ちゃんと見た方がいいよ。この40周年限定のパッケージだけじゃないとないからね。40周年レンって書いてるやつじゃないと、普通の買ったら普通のコアラのマーチだから気をつけてね。え、どうしてもリカ欲しいんだけど。もうでもこれが最後。朝ごはん私食べないから大丈夫。よいしょ。スーパーにあるかもね。たまたまセブンで探したんだけど。よし、これでも発売最近だよ。めっちゃ最近発売されたの。だからまだないところも多いかも。じゃん。地先。変わった名前多いね。地先。ちさきちゃん、これ女の子だね。続いて千秋。あ、これ千の段なんかな。嫌な予感。千秋。千秋さん、続いて。おお、志保。志保ちゃん。志保です。志保じゃないですよ。志保さんとかあるのかな、逆に。あ、サラ、サラサラ、サラ出た。サラ、これは保管ですね。3つ目、リカも出てよ。確かに吉田とかもありそうやけどね。吉田出んかな。はい、あ、かぶりや。地先かぶった？ちょっとわからんな。地先、吉田ぐらいならありそうじゃない？理科はあるよ。しかもユキもあるの。ラインナップは知ってるんだけど、だから自分的にはユキと理科を出してユキリカにしたかったの。でもそう簡単にはいかないみたい。高粒。胸はない。胸はなかった。ユキとリカはある。高継ぐ。
続いてじゃん、お、あずさ先輩にいたね、あずささんね、そろそろもうお腹いっぱいだからこっちにしまう作戦にするわ、こっちに今セットしたしまえるボックスを。続いてじゃん、みはね、みはねちゃん、みはね、凍らして食べるんだ、これ凍らしたら美味しいから。チャリオさんマシュマロありがとうございます。サオリ、木村拓哉さん、クマありがとうございます。サオリ、サオリいないな。続いてじゃん、西村、西村苗字、西村いないですね。続いてじゃん、え、スーザン、しかもカタカナ、スーザン、そうカタカナスーザンがいるんだけど、どうした、日本以外も、日本人以外もあるんだろう、カタカナスーザン。次、まあ、これいそうやな、ファンの人、じゃん、テルオいるでしょ、テルオ、テルオいそうじゃん、絶対いるでしょテルオ。続いてじゃん、略だ、ななみ、ななみ、私の父てるお、ななみちゃん、続いて、あ、やすこ、やすこ、はい、やすこ、やすこちゃん。そしてひさら、すごい、ひさらとかあるんだ、ひさらちゃん、サナです。次、公平、公平、公平もいそうやな、めちゃくちゃおる、公平、公平はいそうやわ。続いて、取れない、これ、あ、これはいそうだね、ひろし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 です。ひろし、
ロシはいるんだよね。ヒロシ出たよ。結構あるね。あと5つぐらいあるわ。次、マミさん、マミ、マミ、マミちゃん。マミあんま聞かんな。先生とかにおりそう。マミ先生、マミさん、マミさんって感じ。次、ともゆき。あ、これもいそうやな。ともゆき、うねゆきやん、ほぼ。ともゆき、ともゆき、あと3つ、あと3つだ。ラス3つ。じゃん、えつ。えつこさんかな。えつ、えつくん、えつちゃん、癖強いね。えつ、えつこならおりそうやない。えつこ、えつ、えつさんかな。ラス2、ラス2。ああ、田中、田中、田中。やっぱ田中って多いね。2個目だわ。ラスト、ラス1です。さて、リカは出るのか。ラス1、じゃん、ミカです。ミカでした。たまに私がスタバで間違えるやつ、間違えられるやつ。リカですって言ったらミカさんって書かれるやつ。ミカでした。なかったよ。2つ開けてもないじゃん。どんだけ難しいのこれ。なかった。ミヤピン、もうないんだって。セブンでラス2だったんだって。最後押せすぎね。ラス2の時にミカが見えて、ちょっとこれ取りにしようと思った。蓋閉めとくわ。そう簡単じゃなかったね。でも私いちご味が好きなんだ。いちご味があればいいな。面白かったね。自分の名前出したいよね。これ40周年記念限定だから、期間限定だから。全然出なかった。雪も出なかったし。そういちご味があるの、ちょっと乾燥専用の。またやってほしい。まあまた買うわ。またまたあるんかな。でも結構人気ってことよね。セブンでさ、ラスニーって結構さ、そんな売れる感じせんやん。毎日コアラのマーチセブンでたくさんお菓子がある中なのにラスニーだ。ありがとう、ギフトありがとうございます。ルイさん、マシュマロあ
ありがとうございます。そう、人気商品期間限定ですから、しかも最近発売されたばっかの、バズっててこれ TikTok で、でラインナップ見た時にリカとユキあったんですよ。だからユキイカ作ろうって思ったんやけど、配信終わったら買いに行きます？そんなあるかな、ないかもしれないよこれ、まだ本当に最近発売されたばっかだから。ね、ないよ。しかも難しいからね。むず。出ませんでした。以上、名前のコアラのマーチでした。ピエン、まあいっぱい種類あるけん無理だよね、そんな。1個目でアリサ出すの持ってるよねってね、いっぱい出ると思ったもん、その一発目からアリサ引いた瞬間に、これめっちゃ出て全然食べれんのじゃねえって思ったもん。みやりんさん、マシュマロありがとうございます。以上です。ゴミ、リカ探し、翼欲しいさん、レインボーさんありがとうございます。ロボリンさん、かわいいありがとうございます。村拓也さん、ブラボーありがとうございます。なっちゃんもできる、渡辺ならありそうよね、渡辺、3番目ならありそう、4文字もあったから。夏木は絶対あるでしょ、だって夏木くんもいるじゃん世の中に。田中と松田がいるなら渡辺もいるでしょ。キチネさん、タコありがとうございます。そう、このオレンジジュース毎日飲んでる、毎日買い替えてるんだよ、一緒のやつじゃないよこれ、愛用してるんで、オレンジジュース毎日。今日はコアラのマーチとオレンジジュースを買いました。毎日オレンジジュース、今5日目ぐらいじゃないかな、え、吉田もありそう、清水はむずいな、吉田はありそうやけど、吉田前の名字ありました、マジ？あ、500種類もあるの、そりゃ無理やな。逆にサラ引けたんすごいわ。田中の確率も高いしね。どんなパッケージですかって、レンって書いてるやつ。
ちぎっちゃった。君の名前はあるかなって書いてるやつ、普通のチョコボールじゃないわ、普通のコアラのマーチ買ったら無駄ですよ。まあ無駄ではないけど、まだこれ本当に普及してないから、普通のコアラのマーチ買っちゃうかもしれないから、よく見て買わないと。普通の買っちゃうよ。君の名前は何かなって書いてるやつ、ちゃんとこういうさくら、ヒロトとか書いてるやつじゃないと普通の買ってしまうから、ちゃんとねこことか見ないと。そうだよ、間違えて普通の買うからね絶対。おいくらですかって、スーパーなら安いんじゃない、スーパーで98円とかありそう。コンビニで買ったからちょっと高かったけど。ね、スーパーなら98円ぐらい、コンビニ130円ぐらいじゃない。スーさん、たっくん、マシュマロありがとうございます。スーパーなら安いよ、98円、コンビニは140円ぐらいです。130円とかかな、なかったから倍飲み買いました。違うもん買ってるやん。そうやね、ドンキとか安そう、ドンキめっちゃ安いよね、コアラのマーチ。確かにドンキやっぱ安い。そう、バズってたんだよ発売前に。で今日急に思い出して、そろそろ発売かなと思って。白熊さん決定戦とかいう、何を決定してんだってイベント14位なの、可愛いって。割と上位でしょ、白熊さん決定戦14位です。3月19から、でもなんか早いところではもう発売されてるらしいの。そうだからそれを思い出して、なんか TikTok で買ってる人いて、えもう発売されてんのってコメント欄であって、そう調べたら早いところでは発売されてるところもありますみたいになってたから、ワンチャンの大きいセブンならあるかと思って行ってみたらありました。だからまだ難しいかもね、出会うの。大きいセブンとかなら。たけるくんマシュマロありがとうございます。みきやくんマシュマロありがとうございます。そう、白熊さん決定戦争14位です。微妙な、微妙に白クマじゃない。ヤスルパンさんマシュマロありがとうございます。マシュマロ、渡辺の月あるの、へえ、いいな。いいのか悪いの、でもユキリカあるからね、ユキリカだよ、ほぼ本名じゃん、ユキリカ、ユキリカ、ユキリカがあるから。こんばんは。でも19発売ならまだないかもね、まだ探しに行かない方がいいかもね。
ゆきさんマシュマロありがとうございます。70位の、そうだね、48グループ全部だから一番下はめっちゃ、何位まであるんだろう。配信してる48グループ全員が対象なので白熊決定戦、100人ぐらいいるかもね。こんばんは。ね、まだあんま普及してない。私が結構早めにゲットできたのかもしれない。これはラスになったけど、でも入荷早いところはもうあるらしいけどね。謎、行って1軒目でゲットできたからさ、そんな珍しいものだとは思わなかった。セブンにあるかなって言ってあったから。たけるくんマシュマロありがとうございます。毎日会社帰りコンビニ寄ろうね、それだったら出会えるかもね。でもめっちゃフライングだね、19発売なのにもう出てるなんて。フライング、会社で理科出してリアクションしないの難しそう。会社で食べるの？会社帰りに買うんじゃなくて。会社で食べるの？ということで、今日の配信でしたかったことは終わりました。ってことで、ってことで、なんか暖房つけたら暑いし、消したら寒いんだよね。今暑いけどさ、消したら寒いしさ、どうすりゃいいっていうのよ。あれ、どこ行った？ライスさんマシュマロありがとうございます。もうちょっと温度下げるか。23、暖房つけたら暑いし消したら寒いよ。そろそろ寝ようかなって。おやすみなさい。今とっても同じ気持ち、暑いけど消したら寒いよね。そうなんよ、難しいね。でも寝るときは私は電気毛布を着て寝るから最近消してるの。暖房、喉もやられそうだし、寝るときは消して寝てる。だからベッドに入ったら消す。今はベッドに入ってないから消したら寒いんですけど、つけたら暑いんです。そう、今からお風呂。そうやで、せやで。そう、寝るときは電気毛布で、暖房は消して寝てます。これからお風呂です。
今お風呂なのであと1時間は耐久して同時入浴します。あら、似合いますよ。お風呂ためなきゃ。6連覇サランさん、ハートありがとうございます。見える卵。お風呂、そんな長くないと思う。電気毛布も熱いよね、わかる。だから熱かったら蹴り飛ばしてる。だから布団の中に電気毛布がいるみたいな。電気毛布を直接かけるんじゃなくて布団の中に電気毛布がいるみたいな感じ。足元にいるとか、ちょっとぬくもり感じるみたいな。それで難しいけど、直接着るんじゃなくて布団の中にはいる。電気毛布の上に布団かけてるんですよ。だから暑かったらその電気毛布をバッてするから、布団の中のどっかに電気毛布がいて、そのぬくもりをかすかに感じてるって感じです。田舎のおじさん、マシュマロありがとうございます。そう、ちょっとでもぬくもりあったら暖かいじゃん。だから暑すぎたら体全体にはかけずにね、付近に置いてぬくもりをちょっと感じるって感じです。お風呂何分ぐらいで沸くのって結構かかるよね。10分とかそんなに待ってないかな。でも意外と長い。そろそろかなと思ってまだみたいな。で寒くなったらその布団の中にある電気毛布を探して引っ張ってきてかけるの、体に。寒くなったらね、どこだどこだっていうことをやってます。朝方とかは寒くて探す。ゆっぴょんさん、ハートありがとうございます。暑い時はのけて、寒い時に羽織る。便利です。参考にします。電気毛布使ってる？ないんかい。何を参考にするねんじゃ。電気毛布、電気毛布いいよ。暖房だとやっぱ喉乾燥するしね、電気代もめっちゃかかるし。ユギリカが思いついたアイデアは基本的に間違いがないので参考にする価値が高いって。いいコメントですね。自己肯定感を上げてくれるコメント。そうです、私が言うことは間違いない。低温やけどしないしない。そんなに熱くはないよ。参考にします。電気毛布持ってないだろう。ね、電気毛布ぐらいじゃ低温やけどはしないです。カイロとかは危ないけどね。低温やけどカイロを気をつけないと。
マグマみたいなカイロね。カイロ怖いよね。しかも寒いけんと思ってカイロ持って寝たら、寝てる時は無意識じゃん、だから気づかぬうちに暑すぎて低温やけどするんだよね、寝てる時の意識がない時に。カイロって激アツだからね、マジで激アツ。信用しすぎてゆきりかさんが使ってますのポップついてたら何でも買っちゃおうかなって思っちゃう。マジゆきりかも愛用してますってポップつけようかな。何につけようかな。実家帰った時は電気毛布使ってない、暖房だけ。カイロ使い方むずい？でもカイロ外で使ったら全然あったかく感じんよね。もっと暑くなれと思うけど、家の中で使ったらめっちゃ暑いの。同じ電気毛布買いたい。めっちゃおすすめだけど分かんないわ、何使ってるか。実家はあったかいの？暖房です。暖房つけてる。実家寒いですよ冬は。湯たんぽも火傷しそうだけどね、意外と大丈夫なんかね。湯たんぽね、声が戻ってきてるね。声はもう結構戻ってきた。結構歴史ある家っぽかったもんねって。私の家あんまり気しないよ。あれ私が小学校中学校の時にできたやつだから。新しい和室です。代々そうそう。まあもう10年ぐらい経ってるから新築ではないかもしれないけど、新しいですよ私らの代。そう、昔からのじゃなくて私からの代なので。胸焼き家、和室はあれ新しいんですよ実はね。昔のじゃなくて、平成和室です。そう、平成和室なので歴史の深い家ではないのです。深そうで浅い、深そうで浅い歴史です。こんばんは。平和和室
畳の部屋は普段立ち入らないから、あそこマジで全く汚れてない、誰も立ち入らない。あそこに居座ることないですもん。こんばんは。インボンさん、マシュマロありがとうございます。そうね、100万、そう、お客さんが来た時に、けどお客さん来ないじゃん、そんな、だから誰も立ち入らない場所です。こんばんは。ちょうど11年ぐらいか、私が中1ぐらいの時から住み始めたから、ちょうど10年ぐらいだ。10年、11、12、13、51、52、53、第1、第2、第3、第4。そう、持ち巻きしたよ。持ち巻き、あんは、餅巻き文化はでも田舎しかないよね。ハロー。ね、地元、しかも最近はあんましてない気するな、餅巻き。昔、今もやってるのかな、どうなんだろう。楽しいのにね、餅巻き。はい、I'm from Indonesia。 ハロー。餅巻き、ね、3月14日は特に予定まだ決めてないです。水曜、木曜か、お菓子とかも投げる。お菓子と、あとお金入りのお餅、普通のお餅と、お金が入ったお餅と、お菓子、そう、土日にお礼配信、土曜日にする予定だったんだけど、まだ喉が不調だったから変えたの、変更したんですよ。それは金曜はまだ不調だって、あんま喋れないから、連続で言葉発せなかったので、そう、お金まくよね、お金入りのお餅。バレンタインのお返しを送りました。お、なんだろう、ぬいぐるみじゃないよね、え、ご縁とかじゃないですよ、
札とか500円とかお餅に入れるの、袋に入れて。お札で巻くんじゃないよ、袋に入れて入れるんです、お餅の中に。こんばんは。札束、札束巻いたらやばいじゃん。そんなことはしてないですよ。札を巻いたりはしてないです。そんなに必死に取らんといかんね、風で飛ばされそう。絶対風で飛んでいくよ。いいもの見つけたのでまとめて送ります。お、なんだろう、マック、マック、ホワイトデー何しよっかな、何も考えてなかったけど、何しよっかな。何焼き配信、たこ焼き、たこ焼きはまだだよ。たこ焼きいつするんだろうね、あの二人は何してるんだろう。トリケラトプス、ね、まあ口約束ってなかなか実現してないからね、別に叶わなくても私は何とも思わないけど。そうそうSTU メンバーのやろうっていうのは大体口だけだから、私は別に不思議には思わないけど、なくても。バスツアーの時にトリケラトプスの振り合わせしてる姿可愛すぎた。あれ分かる人には分かるけど、でも分からん人には伝わらんよね、トリケラトプス。あ、たこ焼き届いてた、たこ焼きグッズ送ってくれてたんだよね。まあ私一人でするから、たこ焼き配信してるじゃん定期的に、だからたこ焼きグッズはその時にでも使えるので。たこ焼きね、たこ焼き配信いつが暇なんだろう。でもたこ焼き配信は片付けがめっちゃ大変なんですよね、地味に。あ、散らかした具材とかもしまって、で張り付いたたこ焼き生地も剥がしながら洗って、それを考えたら結構モチベなくなる。お皿とかたくさん使うじゃん。ね、洗うものも多すぎて。そう、匂いも残るんよね。だから私の部屋嫌なんだけどな。匂いが残っちゃう。どうなるでしょう、明日聞いてみよう。たこ焼きどうするって。
事務所がしてくれんかな、一部屋。泊まるとね、空いてたらワンちゃん。え、でも福田さんとかしてるじゃん、事務所でね。だから空いてたら、いけるかもしれない。でも持ってくの大変だな、そうなったらそうなったで大変なこともあるけども、画角が便利だもんね。だって部屋だったら広範囲で写せないじゃん、3人来たら。そうだよね、広範囲で写すなら。ゆきさん、いいね、ありがとうございます。 JKT 知ってますか？ No No No。 いいえ、14日どうしようかな。そう、詳しくは知らない。 JKT さんはわかるけど詳しくは知らない。からもう知らないっていう、今まで知ってるって言ってたけどその後の質問が面倒くさいからもう知らない、ないよって。ノーノーノー、アイドンノー。チーズケーキ、なんかお菓子を作るキットはあったけどまだ賞味期限過ぎてないかな。去年のバレンタインかなんかに買ったお菓子を作るキットがあるんですよね。賞味期限切れてなかったらあり。ムミンさん、マシュマロありがとうございます。でも実家になんか組み立てるだけのお菓子の家を作ろうキットがあるのに、あ、そう、お菓子の家のやつは実家にあるんですよ。だからそれは実家だから無理なんだけど。ゆきさん、いいね、ありがとうございます。なんかタルトを作ろうかなんかのキットはここにあるんですよ。この前ちょっと掃除したらあったの、いつのかわからんけど。賞味期限過ぎてなかったら、お母さんなら送ってくれそう。でももう14日まであと3日ぐらいしかないやん。11ぐらいには発送せんと14に届かん。もう難しい。まあそれはだからいつでもいいやんって感じ。そう、いつのかわからんお菓子作りキットがあるんですよ。多分去年のバレンタインかホワイトデーヒットがあって、
それの賞味期限確認しようと。哲司さん、マシュマロありがとうございます。去年だと思うけどね、去年買ったやつ、チョコケーキとかいっぱいセット送ってきて、その中のチョコケーキしか多分作らなかったんだよ。だからまだなんかあって、それが何なのか、まだあるの。期限切れてそうよね、さすがに。お菓子やもんな。まあ見てみるわ。期限切れてなかったらまあそれ作ってもいいや、期限切れてたらまた違うこと考えるわね。でもカラオケ配信もいつかしたいんだよね。ちょっと喉が治ったばっかりだからまだあれだけど。ベイスさん、マシュマロありがとうございます。ゆきりかの配信が終わったらなるべく布団に入りましたね。もう終わるよ。ね、カラオケ今週の土日ぐらい。ロドヌールスプレー。あと3分。俺配信も今週の土日にしようと思ってるんだよね。土曜と日曜だったらどっちがいいのかな。どっちがカラオケで、どっちがお礼配信がいいのかな。ありがとうギフト、ありがとうございます。カラオケはもっと後でも21とか16+7、23、24、23がお話し会で24。カラオケ24もありだね。確かにそっちでもいいや。同時は無理じゃない？2時間。カラオケって2時間ぐらいいるじゃん。同時にしたらカラオケ短くなっちゃうよ。じゃあ誕生読みます。13位ルカさん、12位たっくん、11位たけるくん、10位つばさほしいさん、9位やするぱんさん、8位木村拓哉さん、7位トラさん、6位ケームさん、5位やすべーさん、4位ゆきさん、3位はっとりさん、2位みきやくん、1位うどむさん、ありがとうございました。いました。セブン行ってくる、あるかな。なんか間違えて普通の買いそうだもん。めっちゃ普通のコアラのマーチ買いそう。ちゃんと名前あるかなってやつじゃないと。ないですよ名前は。ってことでおやすみなさーい。ね、絶対普通の買ってくる人いるもん。おやすみ。40周年限定のやつ、コアラのマーチ。そうです。おやすみなさーい。